日は漫画今日の猫村さんでおなじみ猫村エセエッグの犬バージョンを作っていきたいと思います。本日の材料はこちら。ご飯 200g、 豚ひき肉 50g、 人参 30g、 ピーマン 10g、 うずらの卵2個、エキストラバージンオリーブオイル小さじ1杯用意してください。ではまず人参とピーマンを粗みじん切りにしていきます。それでみじん切りなんですけど、後からこう包丁でだんだん叩いてやるタイプだと水分出ちゃったりするので、私は最初からこう大きさを決めて切っていくようにしています。はい、ピーマンも粗みじん切りにしていきます。でピーマンはこの皮目じゃない、なんていうんですか、裏側、綿側っていうんですか、こっちから切る方が切りやすいのでおすすめです。細かくしてください。ボウルにご飯と切った人参とピーマン、そして豚ひき肉を入れて全体に混ぜていきます。なるべく均一になるように混ぜてください。混ぜ終わったらラップをかけて600ワットの電子レンジで3分、豚肉に火が通るまで加熱していきます。加熱が終わったらもう一度全体を混ぜてよくなじませます。この時さっき生のお肉を触った調理器具とは別のもので混ぜるようにしてください。混ぜ終わったら2等分して温かいうちにカップに詰めていきます。こうスプーンでしっかり押し付けるようにしながら詰めていってください。詰め終わったらしっかり冷まします。冷ましてる間にうずらの卵の目玉焼きを作っていきます。まずフライパンを温めてオリーブオイルを入れます。このままだとちょっと作りにくいので、キッチンペーパーでフライパン全体に油を広げていきます。ではうずらの卵入れていきます。うずらの卵の目玉焼きはフライパンに直接割り入れるよりも一旦別の容器に割ってから入れた方が綺麗に作れます。フライパンに入れた時に流れちゃうことは、時々あるのであんまり気にしないで大丈夫です。私は応急処置をしておきます。でここで蓋をすると早く火は通るんですけども、この黄身がですねどうしても綺麗に色が出てこないので蓋をしないで焼いていきます。とはいえ火が通るまでずっと焼いてると焦げちゃうので、焦げ付き防止でお水を入れて弱火でじっくり焼いていきます。はい、ではお皿に盛っていきます。ご飯
を詰めたカップをお皿の上に乗せて軽く振って取り出します。この上にうずらの卵の目玉焼きを乗せて出来上がりです。お疲れ様でした。最後までご覧いただきありがとうございました。文章でのレシピやワンコの体重別に与えている量の目安は概要欄に書いてありますので、そちらもぜひ参考にしてみてください。私のチャンネルではこんな感じで犬のためのレシピを紹介しています。よろしければチャンネル登録、評価、コメントお待ちしています。インスタグラムでもレシピ公開してますので、ぜひぜひフォローしてください。ではでは、また撮ります。